自民公明両党は今日来年度の税制改正大綱を決定します。デフレ脱却に向けて物価高への対応や賃上げ促進のほか、子育て世帯の支援を打ち出します。fnn が入手した対抗の最終案によりますと、賃金が物価を上回る構造を実現し、デフレ脱却のメリットを実感できる環境を作るとしています。所得税など4万円の定額減税では？ 給与収入2000万円を超える層を対象から外し今後、必要があると認めるときは家計支援の措置を検討するとしました賃上げした企業の法人税を減税する賃上げ税制では赤字の中小企業でも5年以内なら黒字になるまで優遇措置を繰り越せるようにします 一方、減税の実効性を高める観点からも、今後、法人税率の引き上げも視野に入れた検討が必要だとしています。子育て世帯をめぐっては、住宅ローン減税で借り入れ限度額を新築の長期有料住宅では5000万円、省エネ基準適合住宅で4000万円にするなど優遇します。また、児童手当の拡充に伴い、高校生世代の 扶養控除は縮小する方向として結論は来年に持ち越します来年度の与党税制改正大綱は午後決定されます